ご紹介ありがとうございます。清涼課の山内です。今紹介にありました通り、私、ですね、腫瘍内科、今診療専門にしています。もう30年以上前に大学を卒業しましたので、その当時は腫瘍内科というものがなかったので、今紹介にありました通り、アメリカに行ってですね、学んで帰ってきて、2009年から今、背景に出ています、清涼会国際病院で腫瘍内、腫瘍内科医師としてですね、12年になりますね、今、診療しております。で、今日、お話としましては、先ほどタイトルご案内ありました通りで、乳がんでも進行性の乳がんですね、再発してきて転移がある方、もしくはすでに最初から転移のある方の、主に私自身が専門としています、お薬の治療について、お話ししたいと思います。で、かつですね、この数年は遺伝子の検査に基づいた治療っていうものが行われるようになってきてますので、現時点で標準的に行われるものプラス、さらにがん遺伝子パネル検査っていうものがありますので、そのお話をしたいと思います。それでは早速、ですね、スライド画面を共有いたします。皆さん大丈夫ですかね、見えてますかね。今日のタイトル、はい、見え今ておりま話したす。通りです。進行性乳がんの薬物療法で、特にこの数年、5年ぐらいの間に新たに日本で使われるようになってきたお薬、アメリカでもそうなんですけども、最近は、日本とアメリカの間でそんなギャップは生じなくなったので、この数年新たに使えるようになったお薬のお話と、あと遺伝子検査のお話をいたします。今日の、お話内容です。1、2、3、4、5、6、6項目挙げてますけれども、まず最初はですね、これ、私、この BC ネットワークでは3年前、昭和大でもお話しさせていただいたんですけども、その時のちょっとおさらいですね、乳がんという病気がどんな感じで診断されて、治療を考えるのか、戦略といいますか、この臨床医が何を考えながら治療しているかっていう、ちょっと概論をお話しした上で、その進行乳がんというものが、さらに私たちが何を考えて治療しているかという総論的なお話をいたします。で、今日皆さん、患者会って言いますか、ネットワークの中でこのお話を聞いていらっしゃると思いますので、ご自身が乳がんの患者さんである方が多いかと思います。なので、いくらか乳がんについてはご存知かと思いますけれども、ここに書いてありますよ、ホルモン受容体が陽性なのか、HER2 が陽性なのか、それともはたまたどれも陽性でないトリプルネガティブと呼ばれるもの、大きく分けて3つのカテゴリーといいますか、タイプの、乳がんに対する薬物療法のアプローチというのがありますので、そのお話をいたします。で、最後にこの遺伝子検査に関連しての、治療ということでお話しいたします。最初、診断と治療ですね。私たちが乳がんの患者さんにお会いするときに考えている非常に重要な診断のポイントが2つございます。1つがここに挙げてますステージということと、もう1つは病理組織診断ですね。この2つの情報に基づいて、右に挙げてあります手術、放射線、薬物療法という、いわゆるがんの主だったこの3大治療をどのように使うのか、組み合わせるのかということを考えています。で、具体的にはですね、ステージっていうのは基本的には腫瘍の大きさとその腫瘍の広がりですね、がんがどこまで及んでいるか、乳房内だけなのか、乳房以外なのか、乳房以外の場合は、リンパ節なのか、それとも他の臓器へ行ってるのかっていう病気の広がり診断を行うのがステージというものです。で、もう一方の病理組織診断は、体の中に生じてきた腫瘍をですね、体の外に取り出して顕微鏡の下で診断するということになります。それはまずはがんなのかそうじゃないのかっていうのを最初に明らかにしますし、その乳がんってことが顕微鏡の下ではっきりした場合は、その次は要は女性ホルモンの影響を受けやすい、その女性ホルモン受容体ががんの中から見つかってくるのか、あともう一つは HER2 ですね、それが顕微鏡下で見えるのかっていうのがポイントになってきます。すいません。それでこれ、ステージの、一例として挙げてます。診察で触診して腫瘍の大きさもそうなんですが、多くは
ここはMRI をお見せしているんですけれども、MRI なり CT なり超音波なり、もしくはマンモグラムっていう画像の検査の手法を用いて、乳房内の腫瘍の大きさですね。これはサンプルとしてお出ししたのは、実際はこの方、術前の化学療法を受けているので、診断時の大きさと、術前化学療法後のこの縮小した様子を、大きさを比較しています。で、かつこの脇のリンパ節にも転移があるので、この腫瘍の大きさと脇のリンパ節の転移の有無、個数ですね、そういうのをもとに、この方のステージ、病気の広がりっていうものを判断しています。で、すいません。ですね、次はこの顕微鏡なんですけれども、顕微鏡で見てるのは、この乳房の中に育ってきた、まあ、人によっては脇のリンパ節から捉えることもあるかと思うんですけれども、多くは乳房内のしこりに針を刺して取り出して顕微鏡で見ています。顕微鏡で見えているのは、上が正常の様子で、下ががんなんですけれども、正常の組織ですと、そもそももともと乳腺としての働き、機能がありますので、これお見せしているここ乳管っていうのは、乳腺内の小葉っていうところで作られたミルクが通っていく管なんですけども、細胞でこのようにきれいに敷き詰められて、管が作られている様子が分かります。でも、がんになるとですね、この構造が崩れて、もうす、あの管が見えなくなっていて、このがん化した細胞がここに敷き詰められている様子が分かります。で、もう一点、顕微鏡の下で見ているものはですね、先ほどの形の崩れですとか、色合いとかを見て、がんなのか、がんじゃないのかに加えて、女性ホルモンのですね、受容体、女性ホルモンにはここに挙げてます、エストロゲンというものとプロゲステロンというものがありますが、これを受け取る仕組みですね、が受容体、まあ、受け入れる体って書いてあるんですけども、英語ではレセプターってことですね。それががんの細胞の中にあるのかないのか、まあ、あるかないかっていうよりもいっぱい出てるかどうかってことです。で、あと HER2 っていうものががん細胞の中でいっぱい見られるかっていうのを、色相もですね、特殊な方法を用いて染めると、こういうふうに濃い茶色の色で発色してきます。この発色の度合いで、あなたの乳がんの細胞はホルモン受容体が陽性です、もしくは HER2 受容体が陽性ですっていう判断をしています。で、これもうちょっとですね、がん細胞をこう1個だけ取り出して、その中身の様子をお見せするとこんな感じになります。HER2 っていうのはここにあるのがお見えになるでしょうか。これは細胞の膜なんですけども、ここをこう貫通してですね、中と交通する仕組みで、串刺しの状況で立ってます。で、HER2 は実はですね、HER4 姉妹の次女というか2番目の方で、1、2、3、4で4姉妹いらっしゃる中の HER2 は、例えば HER1 であります、この EGFR とか、他の、姉妹とですね、2人抱き合って仲良くなると、細胞の中に細胞に増えてくださいっていうシグナルをこう発信する装置だと思っていただければいいと思います。で、これは順序だってリレーされてですね、細胞の中に入っていって、核内に入っていって、あなた増えなさいよっていう仕組みになっています。この絵の中ではエストロゲン受容体は見えてないんですけども、エストロゲン受容体はこの細胞内にもうすでにありまして、エストロゲンっていうホルモンがこの膜を通りす過ぎてですね、通過して細胞の中に入ってきたものをキャッチするレセプターです。で、キャッチした後は同じように細胞の核の中に入っていて増えてくださいっていう、まあ、乳がんでは最もよく知られたこの2つの経路の仕組みっていうのが、がん細胞が育つ、増殖する仕組みとして知られているっていうことになります。で、そのステージとですね、今見たその病理組織診断、顕微鏡で見た後、何を判断しているのかなんですけども、要はステージでは腫瘍の大きさとか広がりっていうお話をいたしました。そうすると大きすぎるとかですね、リンパ節の転移が多すぎると、やっぱり手術が難しいっていう判断になります。なので、切り取れる、切除しうる、切除しきるっていう範疇にあるのか、範囲にあるのかっていうのがすごく大事になります。なので、まあ、これ、ステージっていうのはですね、皆さん時々勘違いっていうか、まあ、医者の中でも勘違いしてらっしゃる
しゃる方がいるんですけども、先生がいるんですけども、ステージというのは一番最初に診断された時にしかつけないです。例えばね、ステージ診断されましたらステージ1ですって言って、その方が再発してきた場合には再発転移としか呼ばなくてですね、その人をもう一回ステージ4と呼び直すことはなくて、ステージそのものは初回の診断の時にどれぐらい病気が広がってて、その次にどういった治療をすればいいかっていうシステム、仕組みにはなっています。なので戻ってですね、このステージを最初に見つかった時に一番大事なポイントは、この方の乳がんは手術で取り切れるかっていうのを僕らの方では判断しています。で、手術で取り切れたとしてもですね、場合によってはリンパ節の転移があるとか、乳房以外に転移がある方がいらっしゃるので、その場合はお薬を追加した方がいいって判断になります。で、その時顕微鏡で見た先ほどお見せした茶色で染まってくるもの、ホルモン受容体にしても HER2 にしてもあるのかないのかで、単に抗がん剤の治療じゃなくて何かホルモン治療剤を追加した方がいいのか、それとも HER2 を抑えるお薬を追加した方がいいのかっていう二段構えですね。ステージではまず手術しうるのかどうなのか、あとはその抗がん剤なり何なり薬物療法を加えた方がいいのかっていう判断をして、病理組織診断では加えるとすれば抗がん剤だけじゃなくて他何があるのかなっていう判断をしています。で、今お話した通りで、乳房以外に転移があるか他の臓器に転移があるかってことで、薬物療法の選択肢にこう追加されるものが、乗ってくるってことになります。で、乳がんの病理組織のタイプはさっき の茶色の色の度合いでですね、タイプ分けをしています。エストロゲン受容体が濃く染まってくるのか、プロゲステレン受容体が濃く染まってくるのか、 HER2 が染まってくるのか。で、人によってはホルモン受容体だけがですね、陽性に染まってこちらは染まってこない、もしくはその逆ですとか、その両方とも染まってるっていう、このベン図に書いた通りのことが起きてきます。で、この丸の中から外れる外にのタイプがトリプルネガティブということになりますね。この2つのホルモン受容体にも発色、茶色に染まってこないですし、HER2 にも染まってこないとなりますと、トリプルネガティブということになります。治療的観点では、先ほどもお話した通りで、ホルモン受容体にが発現している、乳がんですと、この働きを抑える薬っていうものを投与しますし、HER2 が発現している方には HER2 の働きを抑える薬を投与する必要があるということになります。で、次はですね、その治療的早漏なんです。治療しなきゃいけない、手術はちょっと難しい、取り切れない、切除不能、すでにちょっと転移があるってなった場合、お薬の治療をするんですけども、その時に私たちが考えているのは、こういうことになります。転移がある状況の中で、どれぐらい転移があるのか、たった1個なのか、それとも多発なのかっていうことですね。で、あと、単発1個だとしても、それが、場所と大きさによってはですね、症状を巻き起こすことがあります。特に気をつけなきゃいけないのは、骨に転移があってですね、骨折しそうだとか、脊椎の骨の転移にある場合は、そのすぐその中を走ってます脊髄を触ってるんじゃないか、触る可能性があるんじゃないかっていうことと、仮に単発だとしてもですね、脳に転移があるってことは、ちょっと治療法が変わってくるので、脳に関しては、血液脳関門っていう特殊なバリアが存在しているおかげで、薬があまり脳の中に浸透しないんですね。なので治療法としては、ここに書いてあります、いずれのこのケースの場合は手術で取れるのか、もしくは放射線を当てる、いわゆる局所療法、この場所に特化した治療を行うということになります。なので、骨に転移がある場合、そこを照射したりですとか、骨に転移があって脊髄にもう触っててですね、症状がある方は速やかに症状を回復してあげなきゃいけないので、手術的にその場所を取るということもしますし、プラス照射を加えてたりします。で、脳は先ほど申し上げた通りで、お薬の影響がなかなか届かない場所なので、手術で取れるのか、もしくは放射線を取るのか、
判断になります。で、片や転移の数がですね、多くて、かつ内臓器、大事な臓器ですね、肝臓とか肺も乳がんの転移が起こりやすい場所なんですけれども、そういうところに多く転移がある場合は、基本的にはお薬による治療ということになります。で、治療薬の選択肢は先ほど申し上げた通りで、特殊な染色をして色分けした中で、ホルモン陽性なのか、HER2 陽性なのか、トリプルネガティブなのか、もしくは、HER2 だけ陽性なのかとか、その組み合わせによって、ここの選択肢が決まってくる感じにはなります。それでですね、一体何を投与するのかということになると、今の話を詳しくするとですね、ホルモン受容体が陽性であれば、ホルモン療法なんですけれども、必ずしも皆さん、ホルモン受容体陽性の方がホルモン療法を受けるかっていうと、そうでもなくてですね、ホルモン受容体陽性でも、反対側ですね、ホルモン療法が効かないですとか、ホルモン療法を受けてから間もなくですね、終了もしないとか、受けてる最中から、がんが、転移が起きてきた、もしくは広がってきたってなると、やっぱり抗がん剤の治療を考えることになります。で、他、追加する治療としては、ここにありますけれども、骨の転移がある方は、骨がそれ以上弱くならないようにするための、ゾメタっていう点滴のお薬と、あとランマっていう皮下注射のお薬ですけれども、骨を補強する治療が、いずれのタイプ、タイプは関係なく必要になってきます。それですね、それぞれのタイプの乳がんの、一般的な概要を話します。これはホルモン受容体が陽性の乳がんの治療ですけれども、基本的には女性ホルモンのがん細胞に対する働きを抑えるっていうのが治療の手立てになるんですけども、同じ女性でもですね、閉経前の方と閉経後の方では、体の中で作られている女性ホルモンの量が全然異なりますので、閉経前の女性と閉経後の女性は使用する薬剤が変わってきます。閉経前の女性はタモキシフェンっていうエストロゲンですね、女性ホルモンの働きを、調整する作用があるお薬だと思っていいと思うんですが、このタモキシフェン、飲み薬ですけども、これを飲むことで、がんが育つということを抑制できる効果があります。で、ここは、括弧書きにしてるんですけれども、このリュープロレリン、ゴセレリン、基本的にはですね、今ちょっと薬剤は一般名でお話ししますけれども、皆さんはどちらかというと商品名の方をよく耳にしてらっしゃるかもしれないです。タモキシフェンはノルバデックスっていうのが先発の商品名になりますし、ただ、もう長い期間使われてきているので、ジェネリックも数種類出ています。で、リュープロレリンはリュープリンっていうお薬になりますし、ゴセレリンはゾラデックスっていうお薬になります。これは卵巣の働きを抑えることで、疑似的にですね、科学的に閉経後の女性に近い状況に受ける薬ということで、括弧書きにしています。閉経後の女性は、先ほど閉経前の女性が飲むお薬、タモキシフェンとお話ししたんですけども、閉経後になりますと、ガラッと変わってですね、今度は、一般名称的にはアロマターゼ阻害薬っていう、酵素の働きを抑えるお薬が、飲み薬ですけども、3種類あります。アナストロゾール、アリミデックスっていうお薬と、レトロゾール、フェマーラっていうお薬とエキセメスタン、アロマシンっていうお薬になります。これ、ゾールゾールって書いてある、これは同じようなグループのお薬で、これはちょっとグループとしては違うお薬なんですが、働きは同じです。女性ホルモンを作る作用を抑えるっていうお薬になります。で、もう一つが、これは筋肉注射のお薬ですけども、フルベストラントっていうお薬で、これは女性ホルモンの受容体をですね、要は壊すというか、量を減らす作用のあるお薬になります。これらがいわゆる女性ホルモンの働きですね、がん細胞に対する働きかけをブロックしてくれる代表的な薬になります。なので、皆さんの中でホルモン受容体陽性の乳がんの方は、
まあ、どっかのタイミングでこの薬を飲んでたりとか注射を受けてらっしゃるかとは思います。で、そのここ最近のですねアップデートとなりますと、単にその女性ホルモンの働きを抑えるだけだとがんの側もやっぱりちょっと賢いというかやられっぱなしじゃないので、それに抵抗する仕組みが備わってきます。なのでそれに応じる対応策としてプラス何かを加えるっていう治療が行われるようになってきました。この赤字で書いてあるパルボシクリブ、アベマシクリブっていうのがこの使われるようになって3年ぐらいですかねのお薬になります。パルボシクリブイブランス、アベマシクリブはベージニオって呼ばれるお薬になりますけれども、こちらの方が先に発売されて1年後ぐらいにこのアベマシクリブっていうのが市販されて現状今使われるお薬になっています。でこのお薬はどういった薬と併用するかって言いますと、ここに挙げている対象者はですね、閉経後の女性でアナストロゾールもしくはレトロゾールもしくは筋肉注射のフルベストラントとの併用ですね。でパルボシクリブイブランスは両方とも飲み薬ですけれども、このパルボシクリブイブランスは3週間投資で飲んで1週休むっていうお薬ですし、ベージニオアベマシクリブは毎日飲むお薬になります。それぞれ、ですね、副作用が特徴的なものがありまして、このパルボシクリブは抗がん剤ではないんですけれども、抗がん剤と似通った副作用としての、白血球の数が減るっていう副作用があります。なので飲み出したはいいんですけども、この量を調節したりですとか投与服用期間を調節したりといった調整が必要になってきます。実際臨床試験の報告のデータの中でも飲み出したはいいんですけれども、大体9割近くの方が血球減少は起こしてて、何がしかの用量調整が必要になるっていうのが分かっています。で、かたやこちらのアベマシクリブ、ベージにはですね、下痢がかなりの効率で起きますので、これ処方を受けている方はおそらく同時に下痢止めをですね渡されていると思います。下痢と上手に付き合うことが、この薬をちゃんと飲み続けられる工夫にはなるかと思います。で、次がですね、今度は HER2 陽性乳がんですね。これも HER2 が先ほどお見せしたこのがん細胞のこの細胞表面に伝わっているこれが HER2 ですけども、この HER2 の働きを抑えるっていうのが治療戦略になります。その働きを抑える方法はですね、アプローチする側から大きく分けて2つになるかなと思います。細胞の外側から抑えているお薬と、細胞の内側から抑えるお薬、2系統あります。細胞の外側、要はですね、この HER2 というものが細胞の膜にこう突き刺すような感じで立ってまして、細胞の外にこうアンテナを張っている状況になっています。なので、このアンテナをですね、塞いであげれば、HER2 の働きが落ちますので、抗体ですね、最近ですと皆さんコロナウイルスのワクチン打たれたかと思いますけれども、僕も 2,3 日前に3回目打ちましたが、打たれた後で何が起きているかというと、ウイルスに対する抗体を体の中で作っています。その仕組みをがん治療に応用しているんですけれども、この抗体は HER2 を見つけてですね、この HER2 のところにペタッとひっつくお薬になります。代表的なのが、ここトラスズマブって書きましたけれども、要はハーセプチンですね。ハーセプチンももう販売されてから20年経ちますので、いわゆるジェネリック の製剤も出てきています。なので、ここに1番目書いてありますけれども、そのトラスツズマブもしくはハーセプチンと何がしかの抗がん剤との併用で治療するということになりますね。で、他 の似たような抗体としては、ペルツズマブ、これがおそらくもう4、5年経っていると思いますけども、パージェタっていうお薬になります。でこれらは、このパージェタとハーセプチンは、組み合わせの抗がん薬が決まってますけれども、ドセタキセル、もしくはパクリタキセルっていうタキサ系のお薬との併用で、3種類を一緒に投与するお薬になっています。で、ほか2種類は、この抗体は抗体なんですけれども、抗体そのものにですね、もうすでにお薬がひっつけてあるので、こういうふうに併用せずとも、この1つのお薬で、
この部分が抗がん剤の名前ですけども、抗がん剤と抗体が一緒になっているということになります。このトラスツズマブ M 端心というのはカドサイラと呼ばれるお薬で、もう一つのこのトラスツズマブデラクステカンというのはエンハーツというお薬になります。で、毛周囲の内側から抑えるお薬はですね、この絵の中でお見せしているこの、ここにハーツが立っているんですけど、その後こういうふうに、シグナル、あの刺激が伝達されて、この細胞の核の中に入ると言いましたけれども、この、あの細胞の中ですね、ここは伝達されるのを抑えてくれるお薬があります。それ、治療神キナーゼ阻害薬と呼ばれる、まあ、種類ですね、分類としては、そういうお薬になるんですけども、具体的にはラパチニブ、あのタイケルブというお薬がそれに当たります。で、このタイケルブというお薬は、あの組み合わせのお薬は決まってまして、ゼローダ、カペシタビンというそれぞれ飲み薬をあの一緒に服用することでハーツの働きを抑えて、抗がん作用を得る仕組みになっています。それで、このハーツ陽性乳がんのですね、アップデートはですね、この赤字にしたエンハーツってことになります。エンハーツは去年一昨年ぐらいですか、まだ 1、2年ぐらい、2年も経たないぐらいのお薬なんですけれども、どういった状況で使われているかといいますと、今この写にしました消した上のお薬ですね、要は抗がん剤を骨格にしてハーツを抑える働きのお薬、ハーセプチンなりパジェタンを使いました。で、その後あちょっと効果が あんまり良くないですねって言ったら、現状だとあのカドサイラっていう似たようなお薬ですねを使って、でそれでもちょっと効きが弱くなったときに、あの3番目としてこのエンハーツっていうのが出てくるんですけども、その2系統のお薬を使った後でも治療効果が発揮する効果が期待できるということで、本当最近使われるようになったお薬です。で、この上にあります、ちょっと消えてるというかなってるカドサイラーですね、カドサイラーとこのエンハーツは非常に似通った薬なんですけれども、こちらの方が効果が高いのはですね、このひっついてる抗がん薬の種類が違うのと、1個あたりの抗体に対してこのつけてる抗がん薬の数も増えたので、それで威力がアップデートされているお薬にはなります。で、次、トリプルネガティブ乳がんです。トリプルネガティブ乳がんに関しては、先ほどお見せした茶色に染めようと思ってもですね、何も染まらず白く抜けてくるっていうか、陽性になるものがないので、基本的には通常の抗がん剤を用いて細胞の増殖分裂を抑えるっていうのが対処になります。そうすると、乳がんで一般的に使われる、ここ抗がん薬並べて書いてありますけれども、ドキソルビシン、もしくはアドリアマイシンですね、もしくはエピルビシンっていうのが同系統の薬剤で、アントラサイクリン系薬剤と呼ばれるグループの薬になりますけれども、それが一つと、あといわゆるタキサン系のお薬としてのドセタキセル、パクリタキセル、ナブパクリタキセル、商品名はアブラキサンと呼ばれるものです。今アブラキサンはちょっと理由があって供給ができない状況なので、今一般的にドセタキセル、パクリタキセルが現場で使われているかと思います。で、エリブリンというお薬と、カペシタビン、ゼローダですね。すみません、戻って、これはハラベンというお薬になります。で、これはゼローダと TS1、飲み薬の抗がん薬で、あと、ビノレルビン、ゲムシタビン、これらの抗がん剤が使われるお薬かと思います。ここに挙げた抗がん剤ですね、今お話したホルモン受容体陽性の乳がんでも、ハーツ陽性の乳がんでも基本的な抗がん剤としてですね、標準的に使われるお薬にはなります。で、そのトリプルネガティブに関してのアップデートなんですけれども、抗がん剤だけじゃなくてプラス何かは、これはそれこそ今年ですね、日本だと8月かな、承認を得られて使えるようになりましたペンブロリズマブ、キートルーダっていうお薬があります。これは今までお話したお薬とはガラッと経路が変わりまして、いわゆる免疫療法、免疫チェックポイント阻害薬っていうのに相当するお薬になります。で、このお薬は
抗がん薬との基本的には併用で使われることになってまして、併用する薬剤としては、上に挙げてあります、このパクリタキセル、もしくはナブパクリタキセル、もしくはゲムシタビンをですね、カルボプラチンっていう別な抗がん薬と併用することで、この2種類プラスペンブロリズマル、3種類を同時に投与する、もしくはパクリタキセルとペンブロリズマル、もしくはナブパクリタキセルとペンブロリズマルっていうこの組み合わせで投与いたします。これが、まあ、一番乳がんの治療の中で最も最近、使われるようになった組み合わせの治療になるかと思います。で続きましてですね、今までが乳がんの進行乳がんの概要ですね。でここ数年の何が新しく治療として治療薬が承認されて、特に日本の現場でですね、保険承認のもとで標準治療として行われるかということなんですけども、ここから先はですね、いくらかちょっと標準治療の域を超えた話になってきます。先ほど一番最初の冒頭で紹介の中ですね、私肩書きはいっぱい上がってきたと思うんですけども、その中の一つがんゲノムセンターっていう部署の中で扱っている検査の治療についてちょっとお話しいたします。ですね、これ総論的ながんのお話で、これは高校時代に書いてあるがんの定義をここに載せてます。要は細胞が無制限に増殖してどこかにか浸潤してあと転移するっていうのが要は悪性だっていう話なんですけれども、この特徴をですね、実際なんでそういう特徴を得てしまうのかっていうと、これ、今からお話しするがん遺伝子パネル検査を日本で開発している検査会社が作ってるこれは絵なんですけれども、要は人もこれちょっとだいぶ乱暴化でますけど、自動車に例えていますけれども、設計図に相当するここの部分にですね、異常をきたすとやっぱり人の体の中で何がしかの病気が起きるってことですね。これはがんだけじゃなくて他の病気も含めてそういうことが言われてますし、そういうことがだんだん分かってきています。この遺伝子と病気の関係なんですけれども、細胞の中に染色体の形で折りたたまれて DNA が入っています。で DNA というのはDNA と遺伝子を混同している方がいらっしゃると思うんですけど、 DNA は物の名前です。物質の名前でたった4種類しかないです。ここに書いてあるアデニン、チミン、グアニン、チトシンっていう仮の名前で呼ばれているんですけども、4つありまして、4つをここは4色の色を並べてるんですが、1個の遺伝子はこの色の配列で決まってる仕組みになってます。なのでこの配列が狂うとか抜けるとかどっかと入れ替わると、その次 の遺伝子として持ってる情報のこの最終産物はタンパク質なんですけども、これの大きさが変わったりとか形が変わったりとかですね、働きが変わるってことで病気になってます。で遺伝子の種類が、がんに関係するものですと、1個の遺伝子の異常だけじゃなくてですね、だいたいだんだん積み重なってきてがんになることが分かっています。1個ぐらいだとそれを治す仕組みも僕らは持っているのでがんにならずにってことがあるんですけれども、これが積み重なってきて修理も修復も追いつかないとがんが発症するっていう感じになっています。で大きく分けると2種類、がん遺伝子と呼ばれるものとがん抑制遺伝子ですね。今申し上げた通りで、がんみんな持ってます。がんの方でもがんじゃない方でも、僕の体の中にもがん遺伝子、がん抑制遺伝子は備わっていますけども、そこにちょっと傷がついたり異常が起きるとですね、がんになる側ががん抑制の遺伝子よりも優勢になると、がん化が起きる、発症するっていうのが分かっています。この2001年っていうのがですね、割とエポックメイキングの年なんですけども、先ほどちょっとちらっとお話したのに絡んでくるんですが、どういったことかというとですね、この2001年にはいわゆる分子標的薬がこの世の中に出てきた年なんですね。トラスズマブ、ハーセプチンそうですし、このリンパ腫のリツキサンですとか、白血病のこのグリベック、イマチニブっていうのがですね、なのでこの20年間はそういういわゆる分子をターゲットにした治療というのが盛んに行われるようになってきたこの20年なんです。で分子って何かっていうとですね、
基本的には細胞の中で何か特別な働きをしているタンパク質ってことになります。なので、先ほどの絵を思い出してほしいんですけれども、これはハーツをですね、拡大しています。ハーツも要はタンパクなんですね。それも特定のタンパク、何がしかの働きをしているタンパクなので、これを抑えるっていうのを治療としてできるようになってきたということになります。で、戻るとですね、これをやっつける薬を作るのが分子標的治療なんですけども、ここが異常をきたしているかどうかはここを調べればいいじゃないかっていうのが、いわゆる遺伝子検査ということになります。で、乳がんの中で最もその早くに遺伝子異常に基づいて治療にこぎつけてですね、成果を上げたのはやっぱりハーセプチンなんですね。その背後にある遺伝子の検査というのはこういうことになります。普通は HER2 の遺伝子は皆さん1個ずつしか持ってないんですけども、 HER2 陽性乳がんの方はそれが2個になったり3個になったり増えてるんですね。増えてるかどうかを顕微鏡の中で検査できますので、検査してあなたのは増えてますよ、さっきのちょっとですね、茶色で染めるのとはちょっと違う種類の検査なんですけども、この方法で調べることもできまして、こっちで引っかかってきたらこの治療をしましょうという、この一連の流れが成り立つようになってきました。で、次ですね、この数字は何を表しているかなんですが、実を言うとこれは乳がんにおけるですね、遺伝子検査に基づいて使用可能な標準治療薬剤ということになります。ですね、具体的には今本当に遺伝子の検査して、その結果で何がしかの標準治療でなど、一つは今お見せした HER2、まあ、フィッシュもしくはディッシュっていう検査で明らかにする方法と、あともう一つですね、ブラカナリシスっていう BRCA っていう遺伝子を調べる検査があります。これは採血で行う検査なんですけれども、そこで異常を指摘された人はパープ阻害剤、オラパリブ、インパーザというお薬を飲む治療があります。で、今申し上げた6つの薬剤という意味でですね、先ほど話した HER2 のお薬がここに、1,2,3,4,5 種類あるのと、あとプラス1、先ほど話した BRCA に関しての異常を採血検査で見つけてきたときに、リンパーザ、オラパリブっていうのがあります。なので、他のがんと比べてですね、遺伝子検査に基づいた標準治療っていう意味では、純粋にっていうか、そういう感じでは、BRCA のオラパリブが一つってことになるかなと思います。っていうのは、多くの HER2 陽性がんは、フィッシュじゃなくて顕微鏡で先ほど最初にお見せした茶色に染まりますという形で治療しているので、遺伝子の検査までする方はその中でも限られた方です。フィッシュで茶色の度合いが中等度で2プラスって言われた方がフィッシュの検査をしていることになります。で、このブラカナリシスなんですけれども、どういった形で治療に応用されているかというと、抗がん剤で治療を受けたことがある HER2 の出てないですね、陰性の乳がんの方、なのでこれトリプルネガティブの方もいますし、ホルモン受容体は陽性で HER2 が陰性という方ですね。で、このタイプの乳がんの方で抗がん剤の治療歴、これは術後術前でもいいですし、自分が1回でも乳がんとしての抗がん剤治療歴のある人が採血をして血液細胞の中からこの BRCA というのを検査してですね、引っかかってきたらオラパリブ、リンパーザというのを飲み薬で飲むという治療を行います。で、これは先ほどと同じような流れでお見せするとですね、この BRCA に関しては本当に先ほどお見せした4色の色ありましたけど、4色の並びを全部端から端まで読んで、どこが変わってんのか狂ってんのかというのを見つけて、何か変わってますねってことであれば、このリンパーザを飲んでもらう仕組みになっています。で、このですね、2019年の6月は日本でそのがんゲノム医療、がん遺伝子パネル検査ですね、が行われるようになった年です。今お見せしたのはこれ、がんセンターがホームページに上げているパラグラフなんですけども、言ってることはこういうことです。皆さんの乳がんの患者さんのがんの組織を検体として
らしてですね、ケアしますかける検査はがん遺伝子パネル検査というもので、検査の結果はですね、遺伝子、がんに関係する遺伝子っていっぱいあるんですね。5、600種類はあるかと思うんです。で、その中でいくらかまとめて100種類なり200種類とかを一度に検査させてください。要はプロファイリングをするんですね。がんの性質を遺伝子レベルで見させてください。で、その結果に基づいて何か治療ができればっていうのががんゲノム医療になります。で、これはちょっといきますね。で、今ですね、日本でこのがんゲノム検査、遺伝子パネル検査を受けられる方は一応対象を絞ってご案内しています。乳がんの患者さんの場合、一般的な標準治療ですね、まあ、一連のものを受けてきた。で、お薬の数がそんなもう残りあんまりありません。でも体調はいいんです。なんかお薬ないですかっていう方に、この対象者にですね、案内しています。で、今日本で行われているがん遺伝子パネル検査はこの2つになります。1つはオンコガイド NCC オンコパネルという検査と、もう1つはファンデーション 1CDX という検査になります。上の、まあ、オンコパネル、カタカナ混じりのものは日本で作られた検査で、ファンデーション1はアメリカにありますファンデーションメディスという会社が行っている検査になります。で、まあ、これ今ですね、24種類日本の検査ではここに列記してます。遺伝子を一度に調べています。で、アメリカのものはですね、324種類ですね、を一度に調べています。で、この検査としてはですね、どこでも受けられる検査っていうことにはなってないです。聖路加国際病院はがんゲノム医療の連携病院として機能しています。で、中核拠点病院は歩いて10分のところにあります国立がんセンター中央病院とタイアップして、こういった流れの中でですね、私通常この検査の説明と検査のこの資料の確保をして送り出すということをしまして、この間は検査会社とがんセンターでやって、で、結果が私のところに返ってくるっていう、約1月かかる検査にはなります。で、これはですね、ちょっと専門的なのでもうちょっと割愛します。で、今その中核拠点病院というのは全国で11箇所指定がありまして、関東圏が一番、まあ、人口も集中しているので4箇所、国立がんセンターの中央病院はもちろんこのその東病院と慶応大学と東大があります。で、今日、まあ、日本中あちこちからいらっしゃるかもしれないので、それぞれ地域ごとにですね、大きな大学病院がその機能を担っている感じで分担しています。まあ、遺伝子検査ですね、気をつけなきゃいけないのは何を出して何を見てるかっていうのは気にしなきゃいけないかなと思います。多くはこの右側の流れでがんの組織そのものを検査して、がんの中でどういった変異ですね、異常が起きているのかっていうのを見ています。なので、がんの中だけで起こったことを見てるんですけども、場合によっては先ほどのオラパリビンみたいにですね、採血して正常の細胞の中に異常があるのかないのかっていうのを見てる検査もあります。その場合、それは家族内でもう遺伝的ながんなのかどうなのかっていう情報も得ることになるので、検査するときには注意が必要になってきます。で、これが検査して結果で返ってきたときに、ここに11種類ありますけれども、これ全部遺伝子の名前ですが、ここに何か異常があるってなると、家族内にがんの方いらっしゃいますかっていう遺伝性の観点でも診断をしなきゃいけないです。で、受けた後のですね、結果なんですけれども、このパネル検査、日本のものだと124種類の遺伝子を一度に測りますし、アメリカのものは324種類なんですけれども、これ測った後で、何がしかの治療に結びつけられる割合は約1割です。これはちょっとアメリカのスローンケタリングっていうニューヨークにあります非常に大きながんセンターなんですけども、そこはそこで独自のですね、もっと多い468種類の遺伝子を一度に調べる検査を開発してるんですけども、それを1万人を対象にやった時の結果が、治療を受けられた結果これぐらいです。で、日本のですね、日本で開発しましたっていうオンコパネルも開発当時の結果からすると、結果はやっぱり同じぐらいで約1割ぐらい
11% ぐらいの患者さんが検査を受けた結果で何か異常が見つかってきて治療に案内できたってことになっています。なのでキーワードとしてですね、数字として11、今11箇所中核拠点病院、実際はですねプラス1、静岡がんセンターも増えたので12になっちゃったんですけども、つい最近で遺伝子として11種類のものは家族内のことを心配した方がいいですよってことと、治療薬が見つかる確率ですね、パネル検査をしてとしても大体これぐらいです。でその内訳なんですが、遺伝子の検査を受けて何がしかの異常があるって言われる方はですね半数ちょっとです、6割ぐらいです。でその方のうちそれに見合ったお薬がありますよって言われる 人と、いやちょっと今お薬がないです、現存のものしてないですし開発もまだしてないですってことですね。である場合はもともともう承認された治療薬、乳がんの話ですと、この検査を受けた後で BRCA の異常が見つかってきた人はオラパリブ、まあ、オラパリブはもう保険承認されているのでその薬がここに相当しますけれども、多くの方はですね、この2つのうちのいずれかだと思うんです。1つは治験の形で受けているか、もしくは適応外の治療薬ですね。乳がんの患者さんが他のがんで使われている治療薬を使うってことになります。例えば肺がんではよく使われている分子標的薬がこのパネル検査を受けた後で見つかってきたら乳がんの人が飲むかっていうのが適応外治療薬ってことになります。これの総数がだいたい 11% ですね。まあ多くても10から 15% です。うちの病院でもやりだして、まあ、2年経過して70名ぐらいの方が検査を受けられてますけれども、結果としてはやっぱり 13、14% ぐらいですかね。15までいかないですね。10人ちょっとぐらいの方にご案内できた形にはなっています。でこの患者申し出療養制度っていうのが先ほど話していました、この適応外使用するときの日本での救済方法にはなっています。特殊な臨床試験で国立がんセンターですとか、先ほど の中核拠点病院、大学病院ですとか、がんセンターで扱っている治療になりますので、これは相談の上、この仕組みで受けられるかっていうのを判断することになります。がん遺伝子パネル検査に関しておまとめするとこういうことになります。日本では2019年6月からがん遺伝子パネル検査を始めました。で日本で受けられる検査はこの2つですね、オンコパネルかファンデーション1か、どちらか1つでございます。で受けると約6割前後ぐらいの人が何がしかの変異が見つかりますし、場合によっては家族に影響があるかもしれない遺伝性の腫瘍が見つかる可能性があります。でお薬としては見つかる可能性は10から 15% ですね。で、治療の手立てとしての方法は治験、もしくは患者申し出療養制度っていうのを使うことになります。で、本日の今日これまとめですけれども、ホルモン治療のアップデートとしてはパルボシクリブ、アベマシクリブ、イブランス、もしくはベージニオっていうお薬が使われるようになりました。CDK4/6 阻害薬っていうグループになるお薬です。HER2 に関しては、HER2 陽性乳がんに関しては、エンハーツですね、がかなり有効な薬剤として、この2年使われるようになってきました。トリプルネガティブに関しては、やっと乳がんもいわゆる免疫療法ですね、免疫チェックポイント阻害薬っていうものの有効性を示せるようになったので、これが本当使われるようになって、まだ3、4ヶ月ですけども、このお薬が上がってきたってことです。で遺伝子検査と治療っていう観点では、乳がんではBRCA の検査を採血によって行って、オラパリブっていう飲み薬ですね、これは HER2 が陰性っていうタイプの方に限定されますけれども、この形で治療を受けられます。でもっと BRCA だけじゃなく、幅広く数百種類調べることで、何がしかを見つけてくる、引っ掛けるということで、治験につなげるっていう治療法が現状行われているということになります。以上、今日の進行性乳がんの薬物療法のアップデートと、遺伝子検査に基づいた治療ということでお話しさせていただきました。ありがとうございます。